ハルバ。ハルバは、穀物、ごま、野菜、または果物に油脂と砂糖を加えて作られる菓子。東はバングラデシュから、西はモロッコまでの広い地域に見られ、観光総裁にまつわる、様々な行事で重要な役割を足すことが多い。ほとんどのレシピにはバター、またはギーが含まれるが、逆に一部では、植物油を使う。ピスタジオ、クルミ、アーモンド、 松の実などのナッツ類やレーズン、デーツなどのドライフルーツは必須ではない。バングラデシュからイランにかけては、プディング状のハルバがほとんどだが、それ以西では、固形の菓子もハルバー、ハルワーと呼ばれる。プディング状のハルバは、バターが入っているため、温かいうちに食べるのが一般的である。カルダモンに加えて、ハラバには、ナツメグ、シナモン、サフラン、 ローズウォーターで味付けがなされることがある。ユダヤ人の綴り方である、コロバは、時によっては、硬く、ゴマの味が濃厚な、ユダヤ人の製法、下のレシピを、参照、特に刺して使われることがある。古代メソポタミアのアッカド地方には、小麦粉、ゴマ油、蜂蜜と水で作るムッタクー、マタキという菓子があった。シュメール人の菓子ギリラム、ギリロムや、ミルス、 マースーは、すでに夏目屋市の実の春は、春はの原型が見られる。アッパース町時代には、今日の春はとよく、似た、ハビース、カビス、混ぜたものの意という歌詞があった。様々な種類のハビースが、穀物の粉、澱粉、油、湯、ナッツ、甘味料、夏目屋市の実、夏目屋市の実のシロップ、蜂蜜、砂糖から作られた。今日の中東の春は、春は同様。 あるものは柔らかく、またあるものは固く仕上げられた。10世紀の料理研究家、イブンサイ・アール・アール・イコールはなく、イブンサイ・ハール・ワークは、著書、キターブ・ア・イコール・タビー・ハ・キーターブ・アル・テイ・ビーク、料理の書の中、ナツメヤシの実、バター、砂糖で作るハイコール・イス、ヘクター・ルイズ、または、ヘイス、ヘイズという歌詞を、真っ赤、メッカの巡礼の形態色として、強く進めている。また、 デンプンとアラビアガムの春ワの製法が見られる。アラビア語の発音には、春ラワ、ヒ昼ワ、ハラウィなどのバリエーションが見られる。ちなみに、アラビア語でハラウェイアート、ハラウェイアットといえば、デザート全般を指す単語である。春ワと呼ばれる歌詞には、プディング状の春ワと固形の歌詞の春ワの2種類があるが、明確な区分はないようである。ゴマの春ワ ハラウィシムソミーイエハラウィシンソミのほか、アンズの春は、ハラワミシミッシュハロウミシュミッシュ、夏目ヤシの実の春は、ハラワタムルハロウタムア、フレッシュチーズとセモリナの春は、ハラワビルイコールジブン、ハロウアビルジャイブン、ハラワアルイコールジブン、ハラワとアルジャイブンなどがある。リビアのスモモ、リンゴ、モモ、メロン、干しぶどう、バター、ハチミツ、クスクスで作る、果物の春は、 ハラワビルイコールファワーキハラウィビルファワッキー。モロッコの揚げたマ枚りクッキーを蜂蜜に浸したハルワ、シェバキア、ホロワシーブキア、カラメル化した砂糖でゴマを固めたハルワシザーム、ホロワサゼイム、ココナッツフレークを用いたヒルワコウコウなどがある。夏目ヤシの実で作るハラワイコールタムル、ハラワットアルタマー、極細のパスタで作るハラワシャリーや、ハラワットシャリーユアや、いった小麦粉と、 バターで作るハラはタヒーン、ハラットタヒーン、米粉で作る腹はらはチンマン、ハラワットチンマン、人参で作るハラはジザル、ハラワットジザーなどがある。ブルグールで作るハルは、ヒルワーイコールダキークヒルワットアドダキックがある。ネリゴマ、タヒーナ、で作るハルバが最も有名。チョコレートでコーティングしたものもあり、チーズケーキなど洋菓子の素材にも用いられる。イスラエルは、 移民国家だけに、他のの地域の伝統的な春葉も作られている。油とバターを熱し、セモリナあるいは小麦粉に混ぜ、常にかき混ぜながら、きつね色になるまで弱火で熱する。ここで、タヒーナを加える。料理用温度計を用いて、蜂蜜を摂氏112度まで熱する。蜂蜜とゴマを粉に混ぜ、よくかき混ぜる。油を塗った型に入れ、固まり次第切り分ける。 いった小麦粉とバターのヘルバ、ウンヘルバス、ーエのヘルバスとセモリナのヘルバ、カシュクヘルバス、キャスックヘルバス、または、イルミクヘルバス、アーミコヘルバスが有名。男の子のカツなど様々な祝い事のために作られるほか、葬式があった日の夕方には、女性の遺族や遺族の友人が祈りの言葉を唱えながら、ヘルバを用意し、隣人に振る舞う習慣があり、ヘルバを受け取った人は、 死者の冥福を祈る。東明祭、カンディル・ゲチェレリ・コンディル・ゲイジェイ・レディを祝うために、ヘルバを用意することがある。都市部には、一年のうちで最も寒いとされる40日間、12月22日から1月30日までには、友達を家に招待して、ヘルバを食べ、ビョレクや七ナ面ナリなど、ヘルバ以外の料理も用意する、詩を朗読するという、ヘルバ話会。 ヘルバソフベトレリヘルバソベトレリという州がある。スレーマン一世の時代、王宮に新たに建てられた巨大なまかないどころは、ヘルバハネ、ハルバの家と呼ばれた。東トルキスタン、中国新疆ウイグル自治区のウイグル人は、羊の油、小麦粉、砂糖で作るペースト状のハルワを食べる。ウイグル語で格差を恨むことわざに、知事は、ハルワを食べ、古事は、棒で打たれる。 というものがある。いった小麦粉のヘルバ、アリューロブヘルバ、アライユロウフヘルバ、またはウーンヘルバウーンヘルバ、セモリナのヘルバ、イムリグヘルバ、イムリグヘルバ、フレッシュチーズとセモリナのヘルバ、バニーロブヘルバ、ボネロウフヘルバなどがある。名称もトルコのヘルバとよく似たものが多い。ゴマペーストのハルバは、八百屋のハルバと呼ばれ、バターが入っていないためし、純切に食べる。 テッサロニキではこれを焼きリンゴに詰めることがある。テッサリア州、ファルサラはシロップに浸したセモリナとバターのハルバが有名であるが、ハルバ・ファルサロン、ホルバ・フォルセロンという硬いカラメルのかかったコーンスターチのハルブも作られている。セモリナ、オリーブ油、シロップ、ナッツで作るハルバス・シミグラレニオス、ハビス・シモグデリーニオス、またはハルバス・ポリティコス、ハビス・パリティコス。 イスタンブール生まれの人の幅のいという名の春場は、簡単に作れるため、急な来客をもてなすのに重宝する。また、この春場を四巡節の前に来る、例の土曜日、プシコサバタサイコサバタに、教会や墓に持って行き、死祭の祝福を受けてから亡くなった親族を忍んで、友人や隣人に分ける。テッサロニキのアルーマニア人は、チーズ作りが盛んな春から夏にかけて、水井トラチーズ、 トランを火にかけて溶かし、砂糖、薄力粉、バターを加えた羊飼いの春は、ソパニコスハルバス、ソパニーコスハビスを作るが、これは、エーゲ海東部のギリシャ人や小アジア出身のギリシャ人が作るフースメリ、ハウスマーイという歌詞とも似ている。フースメリは、冬まで保存でき、来客があった際にはシロップを作ってかけて進める。 セモリナとアーモンドを油で色がつくまで熱する。その間に砂糖を水に入れ砂糖が溶けるまで熱し、レモンとシナモンを加える。これをセモリナに素早くかき混ぜながら加える。熱くなるまでこれを熱し、ケーキの型に入れる。ごまで飾り、常温で食べる。いった小麦粉とバター、サフランで作る春和は,は個人の没後3日間。 7日目と14日目の夕方に作られ、遺族、友人と貧者に分けられる。人参の春は、春はアイエハビージ、ホロワ、ユーハビッジは、太陽の復活を祝う冬祭り、シャベヤルダー、シャブ、イーヤルダ、同時に相当に作られる。春はは体に熱を与える食品、ガルミーガーミと考えられているため、冬の寒さを中和すると信じられているからである。他に、 ブドウの春輪もある。平皿に平らに盛り付けてからスプーンで、幾何学的な模様をつけ、ピスタチオなどで飾る。油を中火で熱し、セモリナを加え、香りがするまで10分ほど強火で炒め、火から離す。砂糖を湯に溶かし、ローズウォーターとサフランを入れ素早くかき混ぜながら、炒めたセモリナに加える。煎って砕いたアーモンドで飾る。穀物、小麦粉、米粉。 セモリナなどで作る春場が最も伝統的だが、人参やテーブルビートの春場も作られる。穀類の春場は祝いごとの機会に作るが、葬儀の際やなずる、なじい、願いが叶った時、巡礼から戻った時など、なあにや菓子を隣人に振る舞って、神への感謝を表す習慣にも作られる。ナッツは入れた方が望ましい。代表的なものに、全粒子、アーター。 チャパーティーを作る粉で作るハルワーエアールディフォロワー、ユーエル米粉で作るハルワーエビリンジー。フォロワーユービリンジー。セモリナで作るハルワーエ R G アールディエスージフォロワー、ユーエルディーユースージニンジンで作るハルワーエザルダック。フォロワー、ユーザーダックなどがある。ハルバは、主に北、インドで食後のデザート、完食、ブランチ。 昼食を兼ねる遅めの朝食の一品として、親しまれている歌詞である。結婚式やパーティーによく作られる、セモリナの春は、スージー春は、スージーホロワーあるいは、ラワーハワは、ラワーホロワーのほか、よく知られているものに、ニンジンの春は、ガージャル春は、ゴジャーホロワーと、セモリナと、ヒヨコマメコの春は、スージーベインハル春は、スージーベイさんホロワー、または、モーハンボーグ、モーハンボーグがあるが、 この他にもウリ、かぼちゃ、山芋、トウガンなども春場の材料になる。油脂にはギーが好まれる。バターあるいは澄ましバターを中火で溶かし、セモリナを加え、香ばしい香りがするまで10分ほど強火で炒める。その間、別の鍋で牛乳と水、砂糖を火にかけ、カルダモンを混ぜる。火を止め、炒めたセモリナに泡が立つように素早くかき混ぜながら加える。 型に入れるかあるいは鍋に入れたまま冷やし、その後に、いくつかに分ける。常温になってから食べる。好みでいって砕いたピスタチオを飾る。バングラデシュには、シャベバラート、シャブ、イーバラート、運命の夜の翌朝、米粉の平焼きパンに、いろいろな春輪をつけて食べる習慣がある。クズコン、穀類の粉、ダール、小粒の豆類の粉、人参、ウリの春輪のほか。 一風変わったものでは、卵の春は、リメル春はダイマーホールは、肉の春はもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。